今ね、ちょっと興味深いニュースを見たんですよ。タイトルは「政府領土情報発信に本腰、資金面で不安」と書いてますね。これ産経新聞の記事なんですけども、どういうことかというと、ちょっと記事を読んでみますね。政府が領土の情報発信に本腰を入れている。内閣官房領土主権対策企画調整室、長いですね、領土室は昨年末から尖閣諸島などの開設サイトを拡充し、領土主権展示館をバーチャルリアリティ VR で体験できるデジタル展示館も設備した。中韓両国を見据えた情報戦の体制は進みつつありますが、資金面では不安が残っている。これどういうことかというと、おそらく尖閣諸島は日本の領土ですってことを積極的に放送し始めたってことなんですよね。でもちょっと足りないですよね。本来でしたらもう何年も前にね、10年ぐらい前に尖閣諸島に公務員を配置して、定期的にこうね、行ったり来たりしたりとか、そこに灯台を作ったりとかね、ここが日本の領土ですよっていうふうな石柱でも建てるとか、監視カメラをつけるとかね、まあ、いわゆる日本が実際にここを使ってるんですよっていう足跡をどんどん残しておかなくてはいけなかったんですよね。でもそこに対していまいちね、ちょっと消極的だったかなと。その月が今にも来たんじゃないかなと思います。でここにもこう書いてます。一人でも多く、特に若年層に一回でも多く訪れてもらいたいって書いてますけども、これはどこに訪れてもらいたいってことなんでしょうね。まさか尖閣諸島にじゃないでしょうね。確か尖閣諸島に国民が行った時に、最近もそうですけども、チャンネルさくらさんだったかな、行こうとしたら海上保安庁が止めたみたいな事件があったんですよね。で止める、明確な理由はなかったはずなんですよ。だから国家間のいろいろね、国際問題とかあったんでしょうけどね。まあ対応の遅れが全てこういうことになっちゃったんですけども、今ね本当にね、何なんでしょうね。あ、最後に予算のことが書いてます。一方で令和2年度の領土室の関連予算は4億円に満たないと。韓国の関連予算は15億円だと書いてますね。だからこんなんね、だからプライマリーベースの黒字化とかなんかやってるから、こういうふうな国防の予算もなくなっちゃうわけなんですよ。全ては財務省が悪いと。麻生財務大臣がついに国の安全すら脅かし始めた。もう敵はうちにありですね、これね。麻生財務大臣、あなたのせいですよ。国民がこうやって苦しい暮らしを送ってるのも、コロナ禍で自殺者が増えたの、そして今尖閣諸島がやすやすと防衛費もなくって分取られようとしてるのも麻生財務大臣のせいですよ、と私は思います。皆さんいかがお考えでしょうか。